インテル P8051-8051 の構造。プロセッサー、プロセッサー、ロムプログラム、プログラムロム、ラムデネ、データラム、ポーツ DE、S、I、O ポート、バス D、アドレスス、アドレスバス、プリファリックス d アントレーン、s ーーキ t ー I、O のペリフェラル、バスでダネ、データバス、バスでコントロール、制御バス、 レクチャー、エクリトア、リード、ライトインテル8051は1980年、組み込みシステム用に、インテルが開発したハーバードアーキテクチャを持つ、ワンチップマイクロコントローラである。1980年代から1990年代初頭まで、極めて後半に用いられたが、2006年現在では、様々な機能拡張を施された8051。 互換のプロセッサコアが20以上の製造業者から出荷されている。例えば、トマル、マキシム IC、NXP、ウィンボンド、シリコンラボラトリーズである。8051は型番であり、このファミリーのマイクロコントローラの名称は MCS51 である。オリジナルの8051ファミリーは MOS テクノロジーで製造されたが、後には CMOS 化され、 80C51 のように固めに C がついた。C モス化に伴い消費電力が減り、電池で動く製品に採用しやすくなった。8051コアの特に有用な特徴に論理演算機能がある。これによってビットレベルでブーリアン型の演算が可能である。演算は内蔵レジスタとラム間で直接かつ効率的に行うことができる。 この特徴によって8051は工業界に確固とした地位を築くに至った。他にも4つの独立したレジスタセットがあり、一般的に用いられるスタックへのレジスタ対比に比べ、割り込み時のレイテンシーを大きく改善することができた。8051の非同期シリアル通信端末は、データ帳を9ビットにすることができ、RS-485 環境下で、 アドレス付きの通信ができた。8051ベースのマイクロコントローラは、典型的には1個または2個のユアトと2個または3個の、タイマ、128、または256バイトの内蔵データラム、128バイトまでの、IO、512バイトから128キロバイトの内蔵プログラムメモリ、時にはかなりの容量の外付けラムをプログラム空間用に持っている。 オリジナルの8051コアは12、クロックサイクルあたり1マシンサイクルを発生し、ほとんどの命令は1、または2マシンサイクルで、実行可能であった。そこで、1 2ヘルツのクロックを与えると、8051は1ミップスから0 5ミップスの性能を出した。現在一般に用いられている、性能向上型の8051コアは1、マシンサイクルあたりのクロックが6、4、 果ては1クロックにまで低下しており、クロック自体も 100MHz 以上に達している。したがって、はるかに高い MIP ス値が可能である。シラブ製品のすべて、ダラス製品の一部、アトマル製品の若干が1クロックコアを持っている。現在では 130MHz から 150MHz のシングルサイクル8051コアがフプガなどのプログラマブルロジックデバイス用に存在し、 インターネットから得られる。ASIC 向けには、数百 MHz に及ぶものがある。例えば E8051.com のネットリストである。現代の8051ベースのマイクロコントローラは、低電圧検出機能付きタイマ、オンチップ発信機、自己プログラム可能なフラッシュロムプログラムメモリ、ロム内のブートローダーコード、EPROM による、不揮発性データ記憶領域、I2C、SPI。 USB ホストインターフェース、PWM 信号発生器、AD、DA 変換器、リアルタイムクロック、さらに多くのカウンタと、タイマ、インマイナスサーキットのデバグ機能、より拡張された割り込みソース、さらに強力な節電モードなどの特徴を含むことも一般的である。C コンパイラの中には8051向きのものがある。プログラマは変数を千五十一が扱うことの、 できる六種類のメモリのどこに置くか指定することができ、八千五十一特有のハードウェア的特徴を活かすことができる。他の高級言語では、フォース、ベーシック、パスカル、PL、M、モジュラマイナス2が利用可能であるが、C またはアセンブラを用いることが多い。八千五十一の祖先である八千四十八は、初代 IBM PC のキーボードに用いられ、 キー操作をシリアルデータ列に変換し、計算機に送信した。8048ファミリーは2006年現在でも、ベーシックグレードのキーボードに用いられている。8031は8051のコストカット版で内蔵プログラムロムを持たない。8052は8051の拡張版で内蔵ラムが128バイトから256バイトに増え、 4キロバイトの内蔵ロムが8キロバイトに増え、3本目の16ビットタイマーを持っている。8032は8052から内蔵プログラムロムを除いたものである。あとの8051ベースのマイクロコントローラがこれらの特徴を持っているので、8052と8032はさほど有用と見られなかった。この記事は2008年11月1日まで、 GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオンラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。